ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて今回の動画は、かつて最強だった陸の古代生物だ。待ってました。前回は海だったわね。そう、今回は陸の古代生物ということで、後半は大人気の恐竜を紹介していくぜ。ぜひ最後まで楽しんでみてくれよな。それと今回も時代別に、カンブリア期、オルドビス期、シルル期、デボン期、石炭期、ペルム期、三畳期、ジュラ期、白亜期、それぞれの時代の最強をすべて語るぜ。ただ、何をもって最強とするかとか色々あるから、今回紹介する生物も色々調べながら、こいつが最強だったんじゃないか、という私の主観で決めてる部分もあるから、そこら辺温かい目で見ていってくれよな。それと、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まず最初に紹介するカンブリア期と次の時代のオルドビス期なんだが、この時代はまだ陸上に生物が生息していなかったから、割愛させてもらうぜ。あ、そうか。海にしか生物がいなかったのね。そういうこと。大陸はもちろんあったんだが、まだ生物が陸で生きていける環境ではなかったわけだ。ということで、オルドビス期の次の時代に行くぞ。はい。さて次に紹介する時代は、シルル期だぜ。ついに陸の生物が現れたのね。そういうことだ。そして陸に進出した生物とは、植物だ。植物、確かに生物だけれど植物か。がっかりするなよ。確かに今回の最強というテーマと違うかもしれないが、どうせなら軽く紹介しておこうと思ってな。どんな植物なのかしら。陸上開拓の先駆者であるこの植物の名前は、クックソニア。ラッパみたいな形してるわね。それは胞子のうだ。胞子が入っている袋のようなものだな。クックソニアは陸上の植物であるため、乾燥から身を守る機能を備えていたそうだ。とはいえ、乾燥に強いだけじゃ植物は生きていけない。そこであるものが地球にできたから、生物は陸上に進出することができたんだぜ。わかった、酸素ね。半分正解、正解はオゾン層だ。なるほど、今まではオゾン層がなかったのね。そうなんだ。今では当たり前になっているけれど、このオゾン層がないと生物は陸上で生活できないんだ。そしてこの陸上に進出した植物によっていろんな生物が発展し、生息の場を大きく広げることになるぞ。じゃあ次の時代に行きましょう。次の時代は、デボン期になるぞ。この時代は、前の時代で進出した植物がどんどん活動範囲を広げていき、最古の森林が形成された。それに伴い湿地帯も形成されていき、多くの昆虫や両生類が誕生したぞ。そんなこの時代の陸の最強生物は何だったのかしら？うん、特にわからないな。え、どういうこと？さっき言ったように昆虫と両生類はもう陸上に進出しているんだが、めっちゃ強い感じじゃないし、難しくて。なるほどね、マリサがサボったかと。失礼な、ともかくここからもっと面白くなるから期待してくれ。しょうがないわね、じゃあ次行くわよ。次に紹介するのは、石炭期だぜ。この時代は季節の変化はあまりなく、一年中湿潤な熱帯気候であったと言われているぞ。また今と違って大気中の酸素濃度が高かったんだ。このことから多くの動植物が巨大化したと考えられているぞ。それでこの時代は、どんな生物を紹介してくれるのかしら。そうだな、この石炭期後期に誕生した、エダフォサウルスだ。エダフォサウルス、もしかして恐竜かしら。残念ながら恐竜ではないんだが、なかなか興味深い生物だぜ。おお、トカゲっぽい、背中のヒレみたいなのがすごいわね。エダフォサウルスは、約3億年前から2億8000万年前に生息していた、史上初の植物食性有用膜類だ。草食なのはわかるけど、有用膜類、聞いたことないわね。有用膜類というのは、生まれてくる時に肺に葉膜を持つものの総称だ。この有用膜類が分岐して、後に爬虫類と哺乳類が生まれたんだ。細かく言うと爬虫類の前には有球類、哺乳類の前には単球類というグループが生まれて、このエダフォサウルスは、原始的な単球類ということになる。ちなみにこの単球類というのは、ちょっとマリサ、なんか難しい話になってるわよ。は、ついつい。まあこの話は平易ぐらいに思ってくれ。そうね、気になった人調べてみてね。それでこのエダフォサウルスはどんな生物だったの？そうだな、エダフォサウルスは全長3メートルほどで、特徴的なのはこの背中の帆だな。この帆は脊椎の突起が伸びたもので、高さ70センチから80センチになるぞ。この帆は何のためにあるの？この帆は個体識別のためと言われているな。似たような姿で有名なディメトロドンという肉食の生物がいるんだが、ディメトロドンは体温調節のためにこの帆を使っていたらしい。だが、どうやらエダフォサウルスの帆にはそんな機能がないことがわかったんだ。そうなの、じゃあエダフォサウルスはこの帆でお互いを識別していたのね。そう、
この穂の突起は個体ごとにまちまちで、その個体の個性と言える部分だったんだな。次に紹介するのはペルム紀。この時代は初期は気温が低く寒かったらしいが、末期には気温が上昇し、地球の平均気温が今までで一番高かったんだ。そしてこの時代の陸の最強生物は、エオキタノスクスだ。一体どんな生物かしら？じゃあ早速見てもらうぜ。なんか今まで見たことない生物ね。鋭い牙が生えているわ。このエオキタノスクスは、約2億6000万年前に生息した大型肉食探求類だ。全長は約6メートル、頭骨の長さは1メートルもあるぞ。頭でっかちね。確かにそうだな、頭も大きいんだが、特徴的なのはこの犬歯。この犬歯は20センチ以上もあるんだぜ。あの有名なサーベルタイガーぐらい長かったんだ。これは強い武器ね。噛みつかれたらひとたまりもないわ。エオキタノスクスは鼻が高い位置にあったことから、ワニのように水中に潜み、水辺に近づいてきた獲物を不意打ちし捕食していたと考えられているぞ。長く鋭い犬歯に水中からの不意打ち。きっとエオキタノスクスは強力な捕食者だったに違いないわね。次に紹介するのは、三畳紀。三畳紀にはほとんど全ての大陸が合体し、パンゲア大陸という超大陸が形成されたんだ。そして当時の陸を支配していたのは、ワニだ。ワニ、恐竜じゃないの？そう、この時代から恐竜はもうすでにいたんだが、どの種類も小さく、ワニの影に隠れてひっそりと暮らしていたそうだ。ワニの方が強かったの？正確にはワニの祖先みたいな感じだが、三畳紀はこのワニが繁栄した時代なんだ。その中でも強いのはこいつ。こいつはサウロスクス、三畳紀の後期に生息していた大型の爬虫類だ。確かにワニっぽいわね。でも現代のワニと違ってちゃんと4足で立ってるわね。そうなんだ、今のワニより陸生傾向が強く、胴体から真下に伸びた足でガツガツ走っていたと言われているぞ。ちなみにサウロスクスの学名は、トカゲワニという意味だぜ。トカゲワニ、ぴったりね。まさしくトカゲとワニが合体したような見た目だもの。サウロスクスの体長は6メートルから9メートルで、頑丈な頭骨と鋭い歯を持ち他の大型生物を捕食していたんだ。恐竜の時代の前はワニ類の時代だったのね。他にもこの時代のワニ類はいろいろな種類がいるんだぜ。気になったら調べてみてくれ。ついに来た、次の時代はジュラ紀だ。恐竜の時代の幕開けね。そうだぜ、ジュラ紀の始まりは三畳紀末の大量絶滅。その絶滅を生き残り繁栄した種がいた。それが、恐竜なのね。私が言いたかったのに。それで恐竜がどんどんいろんな進化をしていったのね。そうなんだ。ジュラ紀は三畳紀から相次ぐ火山活動の結果、大気中の二酸化濃度が高く、現在よりも暖かく雨も多く湿度が高かったんだな。そのため動植物は種類が増えて大型化していったんだぜ。それでジュラ紀の最強恐竜は何なのかしら？この恐竜時代の幕開けのジュラ紀最強恐竜は、アロサウルスだ。アロサウルス、なんか聞いたことあるかも。恐竜好きなら知っていて当然な有名恐竜だからな。そんなアロサウルスの見た目はこうだ。おお、これがアロサウルス、ザ恐竜って感じのフォルムね。この2本足で直立し、攻撃性を前面に押し出したような姿、かっこいい。それじゃあアロサウルスの紹介をしていくぜ。はい。このアロサウルスは中生代ジュラ紀後期、約1億5500万年前から1億4500万年前の北アメリカに生息していた、大型の肉食の恐竜だ。アロサウルスは二足歩行性で、鋭く大きな歯を多数備えた巨大な頭骨を持つ捕食者だ。平均的な全長は 8.5 メートルで、12メートルに達したと推定される個体の化石も発見されているぞ。大きく強力な後ろ足と、それに比較して小さな3本指を備えた前腕を持ち、長く重厚な尻尾で体のバランスをとっていたんだ。12メートルなんてすごく大きいわよ。バスより大きいわね。この前腕にある2本の指から生えている爪も鋭いんだぜ。この爪で物を掴んだり、仮に役立てていたかは定かではないんだが、きっと強力な武器だったに違いない。そこはマリサの推測なのね。いいじゃないか。悪いとは言ってないわよ。そう、それで他にもアロサウルスの大きな特徴としては、目の上にある角だな。アロサウルスのチャームポイントでありトレードマークだ。これね、気になってたわ。これは類骨という骨が延長したもので、実際の角のように武器として使っていたわけではなさそうなんだ。説としては、日差しから目を守るための日よけだったりとか、力を誇示するための装飾などがあるぞ。なるほどね、本当に単に飾りなのかしらね。アロサウルスの狩りとしては、噛む力はそれほど強くなく、他の有名な大型の恐竜よりもサイズも小さく体重も軽いが、その分スピードという武器があった。約30キロから50キロという速さで草食恐竜を襲っていたのだ。サイズも小さいというけれどかなり大きいわよね。
これでスピードもあったのなら、ジュラ紀の頂点なのも納得ね。他にもこのアロサウルスの面白い説があるんだが、なんとアロサウルスは、狩りを群れで行っていたという説があるんだ。一頭でも強いのに群れを作っているなんて、狩られる側からしたら絶望ね。だよな、と言っても化石から共食いしていた跡が発見されて、アロサウルスが社会性を持っていたかはわからなくなったんだ。だから実際のところはまだ解明されていないんだな。どっちなのかしらね。気になるよな。ちなみに国立科学博物館には、アロサウルスの全身骨格が展示されているが、これは1964年に、日本初公開となる恐竜全身復元骨格で、頭部を除いて全て本物の化石という大変貴重なものなんだぜ。次は最後の時代、白亜紀だ。この時代はまさに恐竜の全盛期。それと同時に、恐竜が生息していた最後の時代になるぜ。白亜紀前期まではジュラ紀に栄えた恐竜もいたんだが、白亜紀後期においてはその多くは姿を消し、代わってジュラ紀には、あまり目立たなかった系統の恐竜が新たな進化をしたんだ。なるほど、また新しい恐竜が生まれたのね。そしてこの恐竜時代、最後を締めくくるのは、ゴクリ。ごめん、やっぱりこいつだった、ティラノサウルス。おお、出たティラノサウルス。ってごめんって何よ。いやー、なんか実はティラノサウルスより強い生物。みたいな気をてらったことをしようとしたんだが、やっぱりティラノが最強だった。別にそれでいいのよ。それならいいんだけど、にしてもやっぱりティラノサウルスなのね。そうだな、じゃあ紹介していくぜ。ティラノサウルスは約6850万年前から約6550万年前に、北アメリカ大陸に生息していたとされる大型の肉食恐竜だ。名前は古代ギリシア語の暴君とトカゲを組み合わせてできたと言われているぞ。現在でも映画のモチーフとして選ばれるなど、高い人気を誇っているな。知らない人はいないほど有名な恐竜ね。そう、恐竜といえばティラノサウルスって感じだな。体長はおよそ11メートルから13メートル、体重は5トンほどあり、史上最大級の肉食獣と言われているぞ。1メートル以上ある大きな顎と20センチほどの長さの歯、それに指が2本しかない小さな前足が特徴だな。その足が小さい代わりに、大きな頭を器用に動かし餌を食べていたと考えられているぞ。改めて見るとほんとシンプルよね。武器はその大きな顎のみなんだから。攻撃力に全振りしたって感じだわ。この顎の力がティラノサウルス最強のゆえんなんだよな。ティラノサウルスは噛む力がとにかく強い、ほんと桁違いの強さなんだ。現在生息しているアリゲーターは3000ニュートンから4000ニュートン、ちなみに人は1000ニュートンだ。そして研究によると、ティラノサウルスの噛む力はなんと3万5000ニュートンから5万7000ニュートン。すご、ほんとに桁違いじゃない。これは同じ白亜紀に生息していた肉食の恐竜も軽く凌駕する力なんだぜ。加えてティラノサウルスの歯は、ステーキナイフのようにギザギザのノコギリ状になっていて、この歯と規格外の噛む力で骨まで軽く噛み砕いていたんだ。恐ろしいわね。そのことから、他の肉食恐竜のように獲物の肉を切り裂いて出血死を狙う方法じゃなく、ティラノサウルスは、短期間で獲物を仕留めていたと考えられているんだ。そりゃこの顎で首でも噛まれたら一発でおしまいよ。これだけでも十分すごいティラノサウルスなんだが、他にすごいところがあって、それは五感が非常に発達していたということだ。五感？そう五感、目も耳も鼻も発達していたんだ。それにより隠れたいものでも見つけることができたと言われているぞ。いやーこれは間違いなく最強ね。大体ティラノサウルスの紹介が終わったところで、ここからはティラノサウルスについての説を軽く紹介していくぜ。そんないろんな説があるのかしら。ティラノサウルスの研究は、時代が進むにつれいろんな説が生まれているんだ。だから議論が絶えない恐竜なわけだ。まだ新しい情報が見つかるのね。それでどんな説があるの？一番有名なのは、ティラノサウルスには羽毛が生えていた、ってやつだな。羽毛、鳥だったってこと？もちろん鳥だったわけじゃないんだが、ティラノサウルスの最も原始的な種に羽毛の痕跡が発見されてから、少なくとも幼体には羽毛が生えていたのではないかと考えられているんだ。この説は、体の大きさで体温を保てるようになる生体は羽毛を持たないと考えられていて、実際研究でティラノサウルスの生体の体は、鱗に覆われていたことがわかっているんだ。と言っても全身が鱗に覆われていたとは言い切れないんだがな。なるほどなるほど、つまり幼体のティラノサウルスはモフモフなのね。ちょっと可愛いわね。まあ、そうだな。次はティラノサウルスの食性についてだな。この説は大体否定されてるんだが、昔はこういうことも言われていたんだ。なになに？それはティラノサウルスが不肉食説だ。これは捕食者ではなく、メインは他の生物の死骸を食べて暮らしていたんじゃないかという説だ。それはちょっと盛り下がるわよ。確かに散々最強って言ってきたのに、不肉食だとなんだかなーってなるよな。でもさっきも言ったように否定された説だから大丈夫だ。
そもそもこれは、ティラノサウルスなどの恐竜の歯があまり摩耗してなかったことから言われたが、普通に摩耗していることが確認されたから否定された。ものすごくわかりやすい反論ね。他にもあのティラノサウルスぐらい巨体だと、足が遅く素早い草食恐竜を捉えることができなかったからという説があるが、これに対する反論は、ティラノサウルスの同時代のトリケラトプスなどの草食恐竜も、素早く走れる恐竜ではなかったため、ティラノサウルスが遅くても狩りは可能ということで否定されたんだ。確かにトリケラトプスもかなり大きかったし、素早いとは思えないわね。そうそう、そもそもティラノサウルスが積極的に狩りを行っている証拠も多く発見されているんだ。トリケラトプスの化石には、ティラノサウルスが噛みついた跡があり治癒していた証拠があったり、別の恐竜からは、ティラノサウルスの折れた歯が食い込んで発見されているんだ。しかもティラノサウルス同士の共食いの痕跡も発見されているぜ。腐肉を食べていたなら歯が折れることもなかっただろうし、治癒していた傷なら、生きた生物を襲っていたってことだものね。そうだな、あとは走行速度に関する説があるな。ティラノサウルスは、どのくらい足が速かったのか未だに議論されていて確定していないんだ。へぇ、走行速度は解明するの難しいのかしら。どうやら原因は、足跡の化石が見つかっていないことが挙げられるな。足跡の化石そのものは見つかっているんだが、歩幅がわからないらしい。それに加えてあれだけ巨体なのに、足の速い恐竜に見られる足の構造を持っていることも難しくさせてるようだな。なるほどね、大きい生物だから遅い気もするけれど。最新の説では時速15キロから37キロという説があるな。15キロなら人間でも、足の速い人なら頑張れば逃げ切れるな。きっと目の前に現れたら恐怖ですくんで動けないわ。確かに。さて説が長くなっちゃったけど、ティラノサウルスが最強なのは分かったよな霊夢。それはもちろん、やっぱりティラノサウルスは恐竜界のスターね。だよな、かっこいいよな。それじゃ今回の動画は、ティラノサウルスで締めさせてもらうぜ。あ、他にも海と空の最強古代生物を紹介してる動画もあるから、よかったらそっちも見てくれよな。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。